今日の東京株式市場日経平均株価は昨日の大幅安から一転し、上げ幅が一時1000円を超えました。背景には石破総理大臣の発言がありました。今日は幅広い銘柄が上昇し、日経平均株価の終わり値は昨日に比べて743円高い38、552円でした。 外国為替市場で円安ドル高が進み、一時1ドル147円台前半と1ヶ月半ぶりの円安水準をつけ、株価上昇を後押ししました。背景にあるのは石破総理の発言です。石破総理は昨日、追加利上げの環境にはないと述べ、追加利上げに否定的な見方を示したことで、株高円安となりました。 市場関係者は石破総理の発言や姿勢が総裁選前から評変していて経済政策への知識が薄そうなことがうかがえると指摘しています日銀の野口審議委員は今日の講演で石破総理の発言についてコメントは控えるとした上で次のように話しました政治家の方は政治家の方でそれぞれのパス観点からですね 何が望ましいということをお考えなので、われわれの観点からその、目標の実現のために最善を尽くすと。